南吉恵は日本の女優。演劇集団演所属。本名は南馬ふさ広島県広島市出身。神奈川県横浜市で育ち、横浜第一高等女学校を卒業後、宝塚音楽歌劇学校に入る。1933年、宝塚少女歌劇団に入団し、トウランドット姫で初舞台を踏む。 入団時の成績は76人中2位。23期生。ミソラアキコの名で男役として活躍。愛称は、なんちゃん。1941年、戦時色が濃くなり、夢がなくなったとして対談。かかりつけの医師が、長岡テルコの知人だったことから、1942年に、文学座研究生となり、南ヨシの名で、1944年に、 初舞台を踏んで、以降、文学座で活動。1951年に放送されたラジオ東京の、ちゃっかり夫人とうっかり夫人で一般には知られるようになった。1963年に文学座を退団し、河原夏子らとグループ NLT を結成。その後ロマン劇場、劇団雲を経て、1975年に、芥川博や中村信夫らと、 演劇集団演を創立。1983年には、佐渡公爵夫人で、木の国や演劇賞を受賞する。1988年、国四等随法賞を受賞。晩年は、高齢者施設で暮らし、2010年8月6日に、肺炎のため、横浜市内の病院で94歳で死去。生涯独身だった。 対話役名。ありがとうございます。